しだけ不思議な普段のお話。みさきと机の間に事件、落ちこぼれた君もね気づき、あの子も同じ雲の下で暮らした君ってやつは本当にもう…テニトリ望遠鏡！望遠鏡なんかでどうやってジャイアンをやっつけるのさ、うん、要は取り返せばいいんだろ。これは遠くのものを手に取れる望遠鏡なんだ。あ、例えば…あ、ほら、ママが買い物から帰ってくる。本当だ。今日の晩ご飯は何だろう。こうやって覗いて、ぐんぐん大きくして、取ろうと思うものに手が届きそうになったらさっと手を伸ばす。あれ、買い物カゴが消えたのよ。ここにあるよ。え、あら、ありがとう。今日のご飯は肉じゃが。あ、どうしちゃったのかしら。これならジャイアンに気づかれずにヨーヨーを取り戻せるぞ。コツがいるから難しいんだ。まずは練習してみよう。うん。何を掴もうかなと。ん？よし、あの猫捕まえよう。もう少し。えい。うん？うわ！猫。あら。間違えた。なんなのあんた。どうもすみません。本当に全くもう。慎重に。よーく狙わなくちゃダメなんだ。わかってるって、うるさいな。いた！行くぞ。今度こそ。えい！あれ？のび太くん！今度は間違えて木を掴んじゃった。だから僕の方が引き寄せられたのか。ん？あ、いたいた、ジャイアン。僕のヨーヨー、今度こそ。よく狙って、それ！おい、ないぞ！やった！取り戻したぞ！おい、スネ夫、俺のヨーヨーどこやりやがった？え、知らないよ。その辺に飛んでっちゃったんじゃないの？必死になっちゃっておかしいの。探せ！なんだよもう。ヨーヨーのお返しだ！えい！ギャー！一体な、何するんだよジャイアン。なんだよ、俺が何したってんだよ。今僕を殴ったじゃないか。なんだと、デタラメ言っちゃね、カメラ。それ、てめえ、スネ夫、お前こそ何しやがる。ババワクじゃないよ。嘘をつけ。ごめんよ。ズボン返してよ。こんな
わ。また調子に乗ったな。うわ、面白かった。まったく君ってやつは。もう危ないな。うん、なんだろうこれ。待て、盗んだものを返せ。ドラえもん、これって、わ、泥棒だ。いいぞ、僕の出番だ。のび太くん、ちょっと待ってよ。のび太くんってば。よし、ここからだったら。ドラえもん、ちょっと肩貸して。え、まさか泥棒を捕まえるつもり？この望遠鏡でね。さあ、泥棒はどこだ。あっちに向かって逃げたってことは。よし、見つけば。それ、また間違えちゃった。君、星を取り逃がしたじゃないか。公務執行妨害だぞ。ごめんなさい。泥棒を手に取るのは危険だよ。あ、じゃあこれなら、ということでお願いします。はあ。ようやく警察を参りやったぜ。なんでここに。俺にもよくわからんが、とりあえず逮捕だ。うわ、逃げた。すばしっこいやつめ。はて、郵便局へ行きたいんじゃが。ごめんなさい。おじいさん、このまま手を離さないでね。え？あ？おー！泥棒はどこだ？どこへ逃げた？絶対に見つけてやる。いた！今度はさすがに。いた！あら？また！ああ！それ、どうだ？また！また！どうだ、まいったか！のび太くん！なんだお前、どうなってんだ。ごめんなさい、助けて。まずい、何かないかって。逮捕する。ほほほほ、君のおかげで星をあげることができたよ。ありがとう。いえいえ、人として当然のことをしたまでです。ママたちにものび太くんの大金星を報告しなきゃ。いただきます。すごい、まさか肉じゃががステーキになるなんて。のびちゃんが頑張ったって聞いたから、ママ奮発しちゃったわ。偉いぞのび太。ふう、満腹だ。みんなに褒められてスターにでもなった気分だ。お星さまもまるで僕を祝福してくれてるみたい。綺麗だな、今にも手が届きそう。うん、まったく君ってやつは悪かったよ。本物の星なんか取るやつがあるか。つい手が出ちゃったんだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。生きている。おい、のび太。あ、まだ帰ってないよ。まだ？亀みたいなやつだな。本当だよ。せっかく夜景を入れてやろうと思ったのによ。のび太くんの帰りが遅いときは大抵あそこなんだ。
いたいた、のび太くん。なんだドラえもんか。ジャイアントスネ夫が探してたよ。どうせ野球の練習だろ。いいんだ、それより放課後はこうやってのんびり過ごしたいの。そんなに裏山が好きなの？うん、こうして耳を澄ましてると嫌なこととか疲れとか吹き飛んじゃうんだ。だからゴミが捨ててあると腹が立つんだ。僕の部屋を汚されたような気がしてさ。えらい、自然を愛するのはいいことだ。君とこの山をもっと仲良しにしてあげよう。心の土、これを砕いて山に撒いてごらん。これで君とこの山は心が通い合った。どういうこと？すごい、山が君のために作ってくれたんだ。わーい。こりゃ快適だ、涼しい。ちょっとまだ寝るの？もう少しだけ。ほどほどにして帰ってくるんだよ。うん、わかってる。もう全然わかってないじゃないか。のび君、また宿題を忘れたのかね。廊下に立ってなさい。あ、のび太、今日は野球に来いよ。後で焼き。やらない。もう毎日遊び歩いて。やあ、こんにちは。ん？これに腰掛けろってこと？うわあ！うわあ！すごい眺めだ。おやつ持ってくればよかったな。こんな木の実見たことない。ひょっとしてこれ僕のために？はん、うまい。いい子守歌だな。のび太くん、のび太くん、のび太くん。せっかく気持ちよく寝てたのに。早く帰らないとママがクンクンだぞ。ママが？今夜はここに泊まっちゃおうかな。そんなのダメに決まってるじゃないか。野球に入れてやるっつーの。だからいいよね。寝るのに。のび太、待てって言ってるだろ。のび太。なんだ、のび太、汚いぞ、こんなの仕掛けて。僕じゃないよ。君が助けてくれたんだね、ありがとう。今日はお土産があるんだ。最近雨が降らなかったろ。喉が渇いてると思って。いやー、綺麗だな。そう、のび太さん出かけてるの。ごめんね、せっかく来てくれたのに。最近のび太さんどうしたの？学校でもいつも一人ぼっちで、話しかけても上の空だし。僕も気にしてたんだ、あんまり夢中になりすぎる。のび太くん、ドラえもん、この花の蜜ジュース最高だよ、飲んでみなよ。山にばかりこもってちゃダメだ、ちゃんとやることはやるんだ。ほっと
僕はこの山が好きだし、この山も僕が好きなんだ。山より友達と遊べ。昼寝ばかりしてないでちゃんと勉強しろ。そんなのめんどくさいよ。この怠け者、ここに一生閉じこもってるつもりか。いいのかな、この山で僕にそんな口を聞いて。それ見ろ。まったく仕方のないやつだ。今日という今日は許しませんよ。ただいま。一体何時だと思ってるんだ。毎日毎日宿題もしないで遅くまで遊び歩いて、いい加減にしなさい。だいたいあなたはいつもそう、やるべきこともやらないで。そんなんじゃろくな大人にならないぞ。聞いてるの、のび太。のび太、どこ行くの。待ちなさい。ここは僕に任せて。僕だって分かってるよ。でもしょうがないじゃないか。勉強だって運動だって頑張ってもできないんだもの。そっか、慰めてくれてるんだね。心よ、姿を現しておくれ。君が山の心か、頼みがある。のび太くんをこれ以上山に近づけないでほしい。いやよ、私のび太くんが好きだもん。このままだとのび太くんも山を降りなくなっちゃうぞ。大丈夫よ、私が守るから。そういうわけにはいかない。力ずくでも連れて帰る。やってごらんなさい、できるものならね。どう、もう降参。まだまだ。いい加減に諦めないと、もっとひどい目に遭わせるわよ。何が何でも、のび太くんは連れ帰る。なぜ、そんなにのび太くんを思うなら、どうして厳しくするのよ。それは、のび太くんにたくましくなってほしいから。辛くても、心を鬼にしなくちゃいけない時があるんだ。お願い、のび太くんのために。いるの？ドラえもん！ドロ、のび太くん、山を降りよう。やだよ、僕はここで暮らすんだ。ここなら誰にも叱られないし、食べ物だってある。この山が僕を守ってくれるんだ。食べて生きてるだけでいいのか。こんなこと続けてたら君は必ずダメになるぞ。そりゃ毎日いいことばかりじゃないかもしれない。でも嫌なことばかりでもないだろう。さあ一緒に帰る。うるさいうるさいうるさい。早くドラえもんを追っ払って。ほにゃらほにゃら。僕じゃなくてドラえもん。なんで、どうして。ありがとう、君本当にのび太くんが好きだったんだね。信じられないな、あんなに優しかった山が。少しの間だったけど楽しい夢だったじゃない。
ってみようかな、野球。うん、それがいいよ。よし、あるぞ。一応バースデー、毎日が誰かのバースデー、一人一人その命を讃えながら今日祝いたい。そして君と一緒に歌おう。いつだってそう、 It's my birthday。